はいどうも、メダロットに関する情報をお伝えするメダロットニュースをお伝えするナノヘイです。今回もメダロットやつに関する情報を中心にお届けしたいと思います。まずは今週から新たに登場するメダロットについてのご紹介でございます。こちらをご覧ください。はい、というわけでゲーム版初代メダロットよりブルーサブマリンとレディジェットがピックアップガチャに登場いたします。日程については10月の6日の木曜日の15時から10月13日の木曜日の14時59分の開催となっております。こちらの2機体は初代メダロットでフィールドを移動する際にとても便利な液体として登場いたしました。すでに登場済みの自動車型のメダロット、ランドモーターを含めて乗り物シリーズとして印象に残っている方も多いのではないでしょうか。ということで機体についても見ていきたいと思います。機体名はブルーサブマリン MRN 型のメダロットでございます。潜水艦をモチーフにしているということでございます。初登場はゲーム版の初代メダロットでございます。アイテムの潜望鏡を使用すると水上をね、移動することができるようになるというメダロットでございました。こちらのメダロット、メダチェンジが可能でございます。それではステータスについても見ていきたいと思います。メダチェンジ前がこちら。頭部パーツがコンシール、右腕パーツがアンチシー、左腕パーツもアンチシー、そして脚は潜水タイプ、脚特性はスプレマシーとなっております。変形前の両腕は格闘技のアンチシーでございます。メダチェンジ後に格闘のアンチシーを使えるようになる機体はいくつか登場しているんですけど、メダチェンジ前から使える格闘アンチシーは現状メダロット S は唯一となっているということでございます。貴重でございます。そしてメダチェンジ後がこちら。ドライブ A がソード、ドライブ B がファイトブースト、ドライブ C がモビルブースト、そして脚部は潜水タイプ、脚部特性はスプレマシーとなっております。メダチェンジ後はドライブ A のソードが特に優秀な性能となっております。高威力、高充填、かつチャージゲージ消費がないため1ターン目から変形してソードでご利用するような戦法も可能でございます。脚部の回避性能もかなり優秀なところも注目していただければと思います。続いてはこちらの機体でございます。機体名はレディジェット、 PLN 型のメダロット飛行機をモチーフにしております。初登場はゲーム版の初代メダロットということでございます。アイテム風の翼を使用すると空を飛んで移動することができました。こちらの機体もメダチェンジが可能でございます。それではメダチェンジ前のステータスから見ていきたいと思います。頭部パーツがファイトブースト、右腕パーツがアンチエア、左腕パーツもアンチエア、そして脚部は飛行タイプ、脚部特性はスプレマシーとなっております。変形前の両腕は格闘のアンチエア、充填冷却が非常に優秀でございます。アンチエアは対飛行タイプの相手にはね、威力が7倍までアップするため、刺さる相手にはめっぽう刺さるというね、強力な技になっております。そしてメダチェンジ後はこちら。はい、ドライブ A がブレイクハンマー、ドライブ B がレーダーサイト、ドライブ C がモビルブースト、そして脚部は飛行タイプ、脚部特性はスプレマシーという風になっております。ドライブ A のブレイクハンマーは高威力、高充填、ヘビーパーツを持った相手にね、ぶっ刺さるような技でございます。そして脚部は変形前後ともにね、飛行タイプなんですけども、変形後の方が全体的にさらに性能が優秀になっているということで、1ターン目からメダチェンジをしてブレイクハンマーをね、使って攻めていっても良いのかなという風に思います。はい、ということでブルーサブマリンとレディジェットのご紹介でした。今週はこちらの2機体と合わせて自動車型のメダロットのランドモーターのピックアップガチャも復刻で再登場いたします。先ほどご紹介しましたが、ランドモーターは今週登場した2機体と同じく初代メダロットで登場した乗り物シリーズのメダロットでございます。変形前は高性能のアンチや、変形後は高い威力と充填を誇るミサイルが強力でございます。高い回避、重霊性能も特徴で、モビルブーストでね、さらに回避をアップすることもできるという機体でございます。ちなみにお気づきの方もいるかもしれませんが、この3機体がね、
技構成や戦い方に共通点が非常に多く設計されております。変形前はアンチ系の攻撃が中心、変形後のドライブ A が通常攻撃として高威力高充填で消費ジャージゲージもなしでね使用することができるというのが強みな機体たちでございます。脚部は変形前後ともにスプレマシーというようなね脚部属性を持っておりまして、同じ脚部タイプの敵から受けるダメージを軽減できるという構成になっております。スプレマシーによって脚部タイプが同じ相手からのダメージを最大 30% 軽減できるというようなね構成でございます。そして変形後は脚部の性能が全体的に底上げされているので、1ターン目から変形して強力なドライブ A で攻撃していくスタイルがね強いというような機体たちでございます。初代から登場している乗り物系メダルと3機体がね勢揃いということで、気になる方はぜひお見逃しのないようよろしくお願いいたします。改めまして日程については10月の木曜日の15時から10月13日の木曜日の14時59分までの開催となっております。よろしくお願いします。また今週はランドモーターが登場する超襲来、最速へと突き動かすは情熱、大地をかけるスーパーカー、そしてブルーサブマリンが登場する超襲来、潜望鏡が見つめるは希望、大海を渡る潜水艦、さらにレディジェットが登場する超襲来、風の翼がかけるロマン、人と大空をつなぐ飛行機を開催いたします。クリアをするとそれぞれの称号、大地への情熱、大海への希望、大空へのロマンがもらえます。ぜひ挑戦してください。次にキャンペーンに関する情報でございます。乗り物シリーズのメダロットたちの登場を記念してキャンペーンを開催いたします。メダロット S 公式ツイッターから投稿されるキャンペーンツイートのいいねとリツイートが合計1000を超えたら、全員に初代メダロットへフィールド移動中の基本 BGM として使用されていた曲をプレゼントしたいと思います。こんな曲になっております。リツイートといいねだけで簡単なのでぜひ参加お願いいたします。次にイベントに関する情報でございます。今週は乗り物シリーズ機体をテーマにしたイベントミッション、元祖メダチェンジ乗り物メダロット参戦が開催されます。日程については10月の6日の15時から10月13日木曜日の14時59分までの1週間の開催となっております。このイベントミッションというのはデイリーミッションやフリーミッションと同じページに追加される期間限定のミッションでございます。毎日進撃ロボトルをプレイ、激闘ロボトルをプレイなどのミッションが追加されていき、クリアをすると報酬としてダストルビアガチャチケットがもらえるということでございます。今回のイベントミッションは報酬としてメダロットチケットガチャのチケットが用意されているということで、ぜひ受け取っていただければと思います。その他の更新情報についてもお届けしたいと思います。次に激闘ロボトルに関するお知らせでございます。今週は激闘ロボトルにトップガンナーフロートスピナーホークダカーがね登場いたします。次にメダリーグについてのお知らせでございます。10月6日からのメダリーグ、地形は砂漠、女性型限定でございます。ぜひ自信のある構成で挑んでください。はい、ということで早いもので10月に突入いたしました。今月の予定についてもねお知らせしていきたいと思います。まずは激闘ロボットルですがこちらでございます。そして続いてはメダリーグについてはこちらのようになっております。そして最後にパーツチューンアップミッションはこのようになっております。こちらの情報はアプリ内のお知らせの方でも確認ができますのでよろしくお願いいたします。続いてアップデートのお知らせでございます。10月の12、13でアプリをバージョン 3.1.0 へバージョンアップを予定しております。今回のバージョンアップで追加される機能についてご紹介したいと思います。一つ目がこちら、はい、エナジー回復機能の変更ということでございます。これまではエナジーを使い切ったタイミングでしかエナジー回復を選択できませんでしたが、アップデート以降エナジーが残った状態でも回復選択画面に行けるようになります。エナジーの部分にあるプラスのボタンを押すとアイテムや動画広告視聴でのエナジー回復を選択できる画面が出るということでございます。エナジーはプレイヤーレベルに関係なく最大2000まで事前に回復をしておくことができるということでございます。ちなみに重複して回復した分は消えてしまうんですけれども、最大2000まで回復した状態でオートロボトルなどを開始できるようになるので、イベントなどで繰り返しロボトルに挑戦したい際などにご活用いただければと思います。そしてもう一つ、メダロッター選択画面の変更でございます。セッティング画面でメダロッターを選択する際、メダロットと同じようにレベル20の時のステータスを確認できるようになります。メダロッターガチャも実装されてメダロッターの数も増えてきたかと思いますが、この機能で育成方針を決めたりセッティングに役立てていただければと思います。そしてまだあります。大変お待たせいたしました、こちらの情報でございます。はい、ということで今年もオリメダデザインコンテストを開催させていただきます。応募期間は本日10月4日の火曜日から11月8日の火曜日まででございます。結果発表は11月28日に YouTube で発表する予定でございます。特設ページの URL を概要欄の方に貼っておきますので、詳しくはそちらをご覧ください。今回はグランプリ3名、優秀賞5名を選考させていただく予定でございます。グランプリの3機体は商品としてメダロッテスアプリ内に登場。そしてグランプリ賞状&メダロッテスのポスター、
いや、一昨年ね、開催したメダロットですのね、オリメダデザインコンテストもね、非常にかっこいい機体だったね、かわいい機体をね、投稿していただいたんですけどね、その中からコレオ・ビオーラ、ブーケ・ブライド、アントゥーラの3機体がね、見事受賞してメダロットですのメインストーリーにもね、登場してガチャにも登場したというような展開がございました。今回もグランプリ機体はメダロットですのアプリ内に登場するということなのでね、ぜひふるってご参加いただければと思います。そして優秀賞の5機体は優秀賞の賞状とメダロットですのポスターをお送りさせていただきます。皆さんの自信作をね、お待ちしております。応募期間については改めまして、10月4日の火曜日から11月の8日の火曜日までの約1ヶ月ちょっとね、期間になります。特設ページの URL、概要欄の方に貼っておきますのでね、詳しくはそちらをご覧ください。よろしくお願いします。そして最後の情報でございます。明日10月5日はメダチューバーチアフルバニーの誕生日でございます。チアフルバニーの誕生日を記念して日付が変わった明日の0時からチアフルバニー誕生日記念としてね、皆さんにルビー5個をプレゼントさせていただきたいと思います。1日で限定のプレゼントになりません。必ずログインをして受け取ってください。そして誕生日記念としてね、チアフルバニーの復刻ピックアップガチャもね、開催させていただきます。可愛い見た目だけではなく、相手のチャージゲージがマックスの時に圧倒的な威力を誇るオーバーチャージを持っている優秀な機体でございます。フルチャージを使う相手にはね、特に強烈なプレッシャーを与えることができるような機体でございます。興味がある方は明日1日限定なのでチェックしてみてください。以上、メダロットSに関する情報でした。はい、今週も概要欄にてルビー1個受け取れるキャンペーンを開催しておりますので、ぜひ受け取ってください。期間は明日の23時59分まででございます。プレゼントコードは SNS などに上げないでいただけると嬉しいです。そして最後にメダロットで202に関する情報をお伝えしていきたいと思います。2022年11月27日の日曜日、場所は渋谷ストリームホールで開催するイベントでございます。今週はね、そのイベントのキービジュアルを発表したいと思います。それがこちら。はい、ということでね、アラセヒサキ、ラナンキラ、シュシュポップ2、リアリーラ、チアフル、バニーが描かれた賑やかなキービジュアルとなっております。アラセヒサキ、ラナンキラがキービジュアルに出ているということは、ということでね、そう、今回ね、ゲストとして出演いただける方をね、今週は紹介したいと思います。それがこちら。はい、大隅あらせ役の村井美里さん、かぐやひさき役の鈴木みのりさん、そしてラナンキュラ役の相原琴美さんの3名がね、なんと今回のイベントにご出演いただくことになりました。ありがとうございます。村井さんと鈴木さんね、昨年も24時間配信にてメダロット人気投票のゲストに来ていただきました。今年はメダロットデイ2022でね、盛り上げていただけるということでね、楽しみでございます。そしてね、相原さんはね、ラナンキュラ役ということでね、まだ新しいキャラクターなんですけれど、どんなキャラクターなのか、今回の出演にもね、楽しみにしていただけると思います。そしてチケットに関する情報など、いよいよ来週発表を予定しております。来週からね、チケット販売開始できるようにね、準備の方を進めております。ぜひ来週のメダロットニュース楽しみにしていただければと思います。今週は以上でございます。それではまた来週もよろしくお願いします。ロボトルファイト。